井県福井市桔梗商事フラワーショップジョイの角谷秀澄と申します。私が花に関わったのは今から27年ぐらい前に、まあ、お友達がお花屋さんの女性とお付き合いしてて、その関係でちょっとお家で働かないかというのがきっかけで花屋さんになりました。お店はですね、葬儀関係の祭壇を作ることをメインとしております。自分の仕事としては、まあ、胡蝶蘭をこう仕入れたりとか観葉植物を仕入れたり、あとはちょっと僕個人的にユリがすごく好きなので、ユリをちょっとこう勉強しながら、ネットで購入させていただくことが僕の仕事です。もともとはですね、その普通のユリ、オリエンタル系のユリがすごく好きだったんですが、八重のユリにすごく魅力を感じまして、例えばそのブーケなんかでもね、よくリリメリアっていうのがあるんですが、ああリリメリアじゃなくてもこういう本当に自然できたユリがすごく魅力的だなと思って、それに駆られて僕はその八重のユリに惹かれてます。飲食店関係の方に関しては、まあ、あのお祝いで、生花も使ってたんですが、よく最近というか、まあ、福井の事情では花間が結構多いです。で、まあ、室内に入れる分に関してはやっぱアレンジとか成果も多いんですが、どちらかというとやっぱ見栄えがするものということで、福井の特性上花間がっていうのはちょっと多いです。福井はですね、すごく田舎なんですが、お米も美味しい、お水も美味しい、食べ物も全て美味しいです。福井県といえば、東尋坊が結構有名なんですが、日本海は荒波で岩場が立ったようなところで、すごく景色も綺麗です。曹洞宗本山で有名な永平寺がありますが、そこにはすごく、参道に、杉の木があってすごく綺麗です。中に入られると天井が上がります。季節の応じた花がいっぱい書いてあるんですが、ユリとかもありますし、皆さん探してみてください。ユリがこう魅力的に感じることというのは、香りがすごくいいことです。で、初めてこう山に行った時に笹ユリというものを見つけまして、なんてすごくいい香りがするんだろうと思ってこうお家に帰ったんですね。で、その時にお花屋さんにこうユリが売ってるってことを初めて知って、あ、なんてこういろんな種類のユリがある、すごく嬉しくなって、それから僕ユリの魅力に駆られました。ユリはすごくいい香りがします。ぜひご自宅に飾ってみてください。